こんにちは。11月12日土曜日、豊島情報スクエアです。豊島区本庁舎1階、豊島テレビエコミューゼタウンスタジオより生放送でお送りします。さあ、本日の午後、健康長寿8020の表彰イベントが行われますね。受賞された皆様、おめでとうございます。本日の特集では、豊島健康長寿2022についてもお伝えします。どうぞお楽しみに。ではまずはじめに、豊島区の最新情報、ニュースフラッシュです。本日はこちらの話題を中心にお伝えします。まずはじめに、新型コロナウイルスワクチン接種に関するお知らせです。オミクロン株対応ワクチン接種を実施しています。対象者は2回目、3回目、4回目接種を完了した12歳以上のすべての区民の方です。現在、接種間隔が短縮され、前回接種日から3ヶ月以上経過後に接種が可能になりました。またオミクロン株対応ワクチンの接種は1回のみです。医療機関は病院、クリニックに直接ご予約ください。続いてです。11月13日から19日は全国糖尿病週間です。この機会にご自身の生活習慣を見直していただきたく、糖尿病の予防対策や区が実施する事業をご紹介いたします。糖尿病はインスリンというホルモンがうまく作用しないことで、ブドウ糖が利用されずに血液中にあふれてしまう病気です。血糖値が高い状態が続くと、血管が傷つき、心筋梗塞や脳梗塞などさまざまな合併症のリスクが高まります。血糖値を安定させるために、日頃から食生活の工夫や運動を意識していきましょう。詳細はご覧の担当までお問い合わせください。続いてです。駒込図書館では、桜のイラストを描いて応募してもらうイベント企画、桜ポストカードイラストコンテスト2022を開催しました。現在、一般93作品、小学生266作品の応募の中から受賞した作品の展示を行っております。そして今回入賞作品の展示会場を駒込図書館から門と蔵のある広場内の国登録文化財旧庭家住宅蔵へと移し、巡回展示を行っております。展示期間は11月27日日曜日までの土日祝日のみ開放しております。時間は午前10時から午後3時までです。文化財の中で鑑賞する作品はまた雰囲気が違って素敵な印象になっています。秋のお散歩シーズン、ぜひお立ち寄りください。続いてです。豊島区では、区民の皆様に気軽に健康づくりに取り組み、健康習慣を身につけていただくために、健康チャレンジ事業を行っております。今回は薬についての講演会を開催いたします。開催日時は11月20日日曜日の午前10時から12時で、場所は豊島区民センターです。今回は服薬が必要な体の状態と、服薬による体の変化、生活の中でできることをテーマとしております。講師は豊島区薬剤師会会長、佐野正明氏です。対象は区内在住で20歳以上の方で、定員は先着順で50名です。申し込みはご覧の宛先までお申し込みください。知っておきたい薬についての情報が手に入る場となっています。皆様のご来場お待ちしております。続いては、肺の病気 COPD に関するお知らせです。 COPD とは喫煙などが原因で起こる肺の病気です。世界的に主要な死亡原因の一つでありながら、社会的な認知が十分とは言えない疾患となっています。11月16日は世界 COPD デーとして、
2002年に COPD の研究と啓発に力を注ぐ世界的な組織 GOLD の首相のもと定められました。 COPD は悪化すると肺が元通りになることはなく、場合によっては死に至ることもある病気です。患者は日本に530万人いると言われていますが、そのほとんどが適切な治療や診断を受けていません。毎日続く咳や痰、息切れの症状が出たら注意をしましょう。豊島区では早期発見できるよう COPD セルフチェックを11月27日日曜日午前10時から午後4時まで池袋保健所で開催します。健康な肺でいつまでも生き生きと生活できるよう、ぜひ COPD の予防対策などに取り組んでみてはいかがでしょうか。続いてです。区民広場高松では豊島区政90周年記念事業として、文化都市豊島の未来をロバート・キャンベルと語るを開催します。日本の文化について造詣が深く、日頃テレビで活躍しているロバート・キャンベル氏に豊島区の文化について語っていただきます。場所は高松小学校2階体育館、日時は11月13日日曜日の午後1時30分開演です。事前申し込みは不要です。直接会場にお越しください。なおその際には上履きをご持参願います。皆様のご来場お待ちしております。続いてです。10月24日池袋警察署生活安全課の署員が第一生命池袋総合支社に訪れ、特殊詐欺の特別講義が行われました。池袋警察署によると、息子や親族を名乗りカバンをなくし、そこに入っていた小切手を補填するためにお金が必要だなどと電話をかけてくるオレオレ詐欺や、銀行職員や警察官のふりをしてキャッシュカードを騙し取る預貯金詐欺など特殊詐欺が横行しているそうです。今回第一生命と協力し、特殊詐欺の被害を1件でも減らしたいということで講義を開催する経緯に至りました。息子に、聞いて、本当にこれは俺の話じゃないよとか、そういうことを聞くまでは本当に信じられませんっていう方がほとんどです。豊島区職員に、豊島区役所職員になりすまし、還付金があるので手続きしてくださいと預金口座からお金を騙し取ろうとする手口もあるということです。電話をかけながら ATM を操作している人への声かけや、特殊詐欺の注意喚起など地域を見守る目としての役割を担い、犯罪の未然防止への効果に期待を込めます。今日の特殊詐欺被害防止コアを機に、大生命さんと協力して一件でも被害を防止していきたいと思ってます。池袋警察署の特殊詐欺の講義を受けまして、私ども障害設計デザイナーの最大の武器であります、機動力と、今日得た知識、こちらの方をですね、活用しまして、地域の高齢の皆様にですね、特殊詐欺撲滅に向けた活動をさらに力強く展開してまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。以上ニュースフラッシュでした。続いては特集です。歯と口の健康を啓蒙する毎年恒例のイベント、豊島健康長寿についてお送りします。本日のゲストはこの方です。東京都豊島区歯科医師会会長、高田康さんです。高田さん、よろしくお願いいたします。今日もイベントが控えている中お越しいただきました。さあ、まずは豊島健康長寿2022について教えてください。はい、皆さんは8020運動というのをご存知でしょうか。これは平成元年から日本歯科医師会と厚生労働省が推進している保険活動で、80歳で20本の自分の歯を残そうというものです。自分の歯が最低でも20本残っていれば大抵のものが食べられるということから、この数値目標が設定されました。
豊島区でも2008年から豊島区歯科医師会主催で80歳以上で自分の歯が20本以上の元気な高齢者を歯科医師会会員診療所から推薦していただき、健康長寿のお手本として表彰する豊島健康長寿事業を豊島区との共催で毎年いい歯の日の11月8日に近い日程で開催しています。はい、今年で14回目を迎えますが、昨年は新型コロナの影響で中止されて3年ぶりの開催となります。式典は中止でしたが、表彰対象者の方々には表彰状と記念品を個別に郵送していました。今年は300名の方が推薦され、最高齢の方は96歳でした。おお、すごいですね。年々達成する方が増え、当初は表彰者全員の名前を読み上げていましたが、今は全員の名前が載った名簿を配布する形になっています。式典では代表者の方に区長から表彰状と記念品を授与し、参加できる方には直接表彰状と記念品をお渡しします。欠席された場合には後日郵送します。記念品はクオカードと紅白の歯ブラシとなります。はい、ありがとうございます。80歳で20本、こうした運動がきっかけで達成する方っていうのは年々多くなってるんですよね。はい、この運動が始まった平成元年には80歳で20本を達成している人は 10% ほどでした。それが30年を経て、今では 50% 以上の方が達成するまでになっています。おー、すごいですね。はい、まあ、これは歯科医師の啓発活動と国民の歯に対する関心の向上によるもので、厚労省が推進する保険活動の中で最も成功した事例となっています。これまでは歯科医院には歯が痛くなってから行くものでしたが、今では歯が痛くなくても定期的に通う場に変わってきています。確かに定期検診行きましょうってことをよく言われますよね。はい、早期発見早期治療の認識が歯科医療者と患者で共有されてきています。この豊島健康長寿事業も歯科医に行くきっかけや表彰を受けるために自分の歯を大切にしようという道義づけにつながれば良いと思っています。自分の歯が多く残っている方が増えてきているので、今後はこの歯をうまく機能させることが重要となってきます。歯はたくさん残っているのに唇やベロの動きが悪い、飲み込む力が衰えているなどの理由でうまく食べられないという方が増えてきています。そこで昨年から76歳から84歳までの2歳刻みの高齢者を対象として噛む機能、飲み込む機能をスクリーニングする高齢者歯科検診が始まっています。口腔の機能が衰えると食べることに支障が出て低栄養につながり、歩くことにも支障が出るなどフレイルのきっかけになる恐れがあります。はい、口腔機能の維持向上は介護予防になり要介護を防ぐことにつながります。本日のイベントは2部構成になっていまして、はい、前半は表彰などの式典ですが、後半では豊島区口腔健センターアゼリア歯科診療所の歯科衛生士によるオーラルフレイル予防の実践講座を行うことになっています。こちらは一般の方も参加可能ですので、この講座だけ参加していただいても大丈夫ですので、興味のある方はぜひ参加してみてください。はい、今日まさにこの後イベントが開催されるんですよね。はい、一般の方も参加可能です。興味ある方は足を運んでみてください。そして今日のイベントなんですが、元気な高齢者の方他にも表彰があるそうですね。はい、区内の公立小中学校の生徒を対象に歯口腔の健康に関する図画ポスター作品を募集し、歯科医師会理事公衆衛生委員会等で選考を行います。小学校が低学年と高学年の部、中学生という3つの部門で選考を行い、各部門上位3作品について表彰を行います。はい、中学生部門1位の作品については今回表彰者に配られるクオカードのデザインに起用されています。今年度は総数550作品からの応募62点から今回の受賞9作品が決まり表彰されます。歯科医師会のホームページにも作品を掲載中ですので、ぜひご覧ください。はい、ありがとうございます。もうたくさんの中から選ばれた作品というのが今日見れるんですよね。そうですね。はい、ちょっと一緒に見ていきましょうか。さあ、まず出てきたのは小学校低学年の部門です。はい、この、1位になった荒木さんの作品はですね、この場面ではちょっとわからないんですけども、実際に歯に詰まっているものとか毛糸とかそういったものを直接こう貼り付けるような形で立体的なポスターになっているというような工夫がされています。うん、絵だけでなく立体的な工夫もされているポスターなんですね。はい、そして続いては小学校の高学年のポスターです。もう高学年になってやはりちょっと
だいぶレベルが上がってきてもよく分かっていると思います、ね、華やかな色合いが素敵ですね、はい、うまいなというふうに感じますね。うん、素晴らしい作品が並んでいます、はい、そして最後は中学生ですね。もうこちら本当に手袋みたいな感じで、いや本当ですね、びっくりしました。この中学校1位の竹本さんの作品が今回、うん、受賞者の方に配られるクオカードのデザインに起用されているものとなっています。うん、この一番左のものがクオカードのデザインになってるんです ね、 ですね、はい、おめでとうございます。本当にたくさんの作品が集まった中で審査するのも大変だったんじゃないかなと思うんですけれども、全体的に見ていかがですか。はい、はい、毎年応募作品も増え、またレベルも上がってきており、うん、審査する側としても甲乙つけがたい作品ばかりで苦労しています。豊島区内公立小中学校には歯科行為がいますが、歯科行為は歯科検診だけを行うのではなく、うん、全校での歯磨き指導や歯科保健教育のための授業、学校保健全般のアドバイスと多岐にわたる活動を行っています。うん、今回のような歯の図画ポスターコンクールは児童生徒の歯科への関心を高める歯科保健教育の一環でもあります。こういったイベントをきっかけにみんなの意識が高まっていきますよね。はい、はい、そしてクオカードにプリントされている作品、先ほどもご覧いただきましたけれども、こちらは高齢者の方への記念品ということで、子どもたちにも商品があるんですよね。はい、はい、このクオカードの受賞者のクオカードが出るんですけども、はい、作品を出していただいた生徒さんには歯ブラシを、応募者には歯科医師会の入ったボールペンを、で受賞者には表彰状とクオカード、その他に協賛企業のサンシャイン水族館様からプレゼントして、サンシャイン水族館の年間パスポートが贈られます。すごい、サンシャイン水族館の年間パスポート、はい、これはみんな欲しいですよ ね、 すね、はい、盛り上がる商品が贈られますね。さあ皆さん楽しみにしていてください。そしてですね、ここまで豊島健康長寿2022についてお聞きしてきましたが、まあ、本当にたくさんのイベント、はい、取り組みを行われていらっしゃいますよね。はい、そちらについてもお聞かせ願えますか。はい、はい、今月の11月末まで、豊島区歯科医師会会員診療所において歯周病検診と高齢者歯科検診を実施中です。うん、歯周病検診では歯周病の早期発見早期治療につながり、歯の喪失予防につながります。はい、高齢者歯科検診では残った歯を十分に機能させるための咀嚼機能や嚥下機能を確認することで長く健康に食べることができることにつながります。うん、受診券が届いている方はこの機会を逃さずにぜひ受診していただきたいと思います。はい、また歯科検診の対象でない方もこの機会にかかりつけ歯科を受診されることをお勧めします。はい、皆さんぜひ、ね、検診も行ってみてください。そしてですね、実は来週にもイベントがあるんですよね。そうですね、はい、まあ、健康チャレンジの講演会の一環としてですね、はい、11月18日の1時より R スポット会議室 B にて歯科教室、コロナ禍でお口が衰えていませんか、うん、オーラルフレイルとはというテーマで私が講師を務めて講演をしますので、もしお時間がありましたらこちらにも参加していただけたらと思っています。はい、ありがとうございます。高田さんが講師でお伝えしてくださるとのことです。はい、今チラシも映っていますけれども、チラシの9月になってますが、これが延期になりまして、来週の11月の18日13時30分からアウルスポットで行われます。はい、まあ、たくさんの取り組みご紹介をいただきましたが、では最後に見ている皆さんにメッセージをお願いできますでしょうか。はい、最近では子どもの虫歯もほとんどなく、高齢者の方も多くの歯が残っており、国民全体で歯口腔に関する関心が高くなっていることを実感しています。うん、区民の皆さんが長くいつまでも美味しく食事ができるように、我々歯科医が歯の健康管理のために皆さんと共に伴走していきますので、定期的に歯科医を受診していただくことをお願いいたします。ありがとうございます。改めまして、本日のゲストは東京都豊島区歯科医師会会長高田康さんにお越しいただきました。高田さん、改めてありがとうございました。ありがとうございました。はい、本日はこの後表彰式も予定されています。皆様どうぞお足をお運びください。では今日はこの辺で失礼します。明日の豊島情報スクエアもどうぞお楽しみに。はい、ではご一緒にさようなら。さようなら。